こんにちは、デリッシュキッチンです。トマト冷やし担々麺を作ります。トマト1個を用意し、半分に切りましょう。ヘタを取り、1.5 センチ角に切り、盛り付け用に取り分けます。水菜3分の1袋は根元を切り落とし、3センチ幅に切りましょう。ボウルに無塩トマトジュース 200cc とめんつゆ 100cc、 ごま油大さじ1/2、水 100cc を加えてよく混ぜ合わせ、トマトつゆを作ります。そこへトマトを入れ、よく混ぜ合わせましょう。これを冷蔵庫に入れて冷やします。ボウルに豚ひき肉 100g と酒大さじ1、砂糖大さじ1/2、味噌大さじ1、白すりごま大さじ2、豆板醤小さじ1/2を加えてよく混ぜ合わせます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱しましょう。取り出してほぐしながら混ぜます。鍋に湯を沸かし、中華麺2玉を入れ、袋の表示時間通りに茹でます。水にさらして水気を切った後、器に盛り付け、残りのトマトを乗せたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。